ドーン。収まった？これおもちゃじゃない？ピーナ、おもちゃおもちゃおもちゃ。こんなにおもちゃ届いたかもしれない。あれ開けよう開けよう、クラッカーで。クラッカーで？開けよう。ね、これシーサーにしてみる。危ないよこれ。これでお城作ってリノたちの秘密基地にし。もうお城じゃん。そうだね、これ段ボール積み重ねればお城になる。お城になるかも。え、じゃあリノたち。綺麗に開けなきゃダメだよ。ママじゃあ開けて、ここだけ。まずはこれから行く。何入ってるかちょっと本当に見ておかないと。起きた。さあ、おもちゃかな？おもちゃかな？おもちゃ。イエーイ、イエーイ。開けてママ。見たこともないおもちゃだと思うよ。おもちゃなの。おもちゃって何を基準におもちゃだと思ってるの？遊べる。おお、このステンレスのいい感じ。ガラス？なんだろう。何？ああ。3D。これ買ったの？何？何が？スタンドですこれ。あ、はい、スタンド。スタンドです。スタンドのおもちゃ。スタンド。そう。これはあれなんていうの？クラボックス。とかドア？ドア？クラボックスを上げておくおもちゃ。クラボックス？おお、やったね。こんな甘いのなんだろう。はい、と、ファイルドライバーっていうの頼んでるんだよ。ファイルドライバー？ファイルドライバー。これはきっと長い棒で竹じゃない？そうだね、そのピークは竹を押してるメーカー。あ、テント。これはこの前の海に間に合わなかったよ。この前の、この前の海これ使おうとした。はい、なんだこれや。これか、硬い柵じゃない。これファイルドライバー。何これ遊びたい。すぐ遊でしょ。開けていい？ただの新聞じゃん。ただの新聞。ただの新聞。なんかスタンド。いや、なんかただの新聞。え？ね、男でただの新聞だけど。こっちファイルドライバー買ってあるのに。はい、ママ。簡単スタンド。簡単スタンド。
なこれ足ついてるから、うん、危ないって言ってて、なんだこれ、こっちパイルドライバー買ったんだよ。ランタンスタンド。チェック外しなかったな。俺。でこれ開けてみて。きっと意外におもちゃだよ。これ以外におもちゃだな。全部おもちゃだよ、その。え？もちろんリナの。これはリナたちの。そうだよ。これも。なんだこれ、おもちゃ。これもクラボック。ほら。でかっ。でかかった。思いのほかでかいっていうね。クラボック。開けてもいい。いいよ。これ。ほら。そっち。これ一つあればもう十分でしょ。ねえ、それちょっと開けてみたい。これもう一個入れる。もう一個入れる気分な。うん。入りたいな。うん。どっちかない。これに入るの？これに入るの？うん。いいよ。昨日はお城を作れた。どうだい？昨日はお城を作れた。俺の家はまっすぐスタンド。それかな、入る。俺も入んない。だって今、二人の秘密基地作る。うわー、これはなさたちの人がゴミ箱じゃない。これに入れてくる。イエーイ。網です。網？もしかして。うわ、重い。これと同じ網でも。これの網だけども網です。おお、マク。でかいな、網。これハーフ。こっちにも網あるよ。あれも始まってるか。なんでもセットっていうの。重っていうのかと。ほら、スターターセットっぽい。すげえ、これは、済まさるの。いや、全部持っていくわけじゃないでしょ、どっか。全部じゃないよ。全部かな。全部詰まった。スタイルがわからないから。あ、定まってないのか。だって、やったことないから、うちのスタイルっていうのはわからないでしょ。うまい。でもやっぱ全部持ってって、使わなかったら次持っていかないっていうスタイルじゃない、やっぱり。ありのー。ね、これ見てよ。なんかマークすごいちっちゃく見えるんだけど。ねえ、これ見てよ、めっちゃすごいね。おいしいの食べれそうだね。あ、これ CM で出てたやつだ。出てない。あ、え、なんだ。ね、もう一回こういうね、パーツをなくしてくれる。これ CM で出てない。これ CM で出てたやつだ。しつこい。今も持ちたい。これも。いや、持つ意味がわからない。これはあれだよ、炭が入ってるんだ、本来。あ、そうか、そうだね。ここで炭を起こして、熱いのをして、ここでジュージュー。で、これを取って、焚き火台にできる。焚き混ぜ、熱い。焚き巻き、ね、これ持ってみていい。巻き持ってもいい。あ、マーク、それは危ない。外さないで。ラララランダラ。ラララランダラ。マークも持ちたい。持ちたくなるんだろうね。マーク持ちたい。ゆっくりだよ、ゆっくり。こんな銀ギラは最初だけだからね。そうだね、そうだね。でそれ、はい、大根おろしにいいんじゃん。なるほど。洗い大根おろしになるみたいな。楽しみだね。で、このこれをそのテーブルにセッティングしてみる今。してみたいなって。ちゃんとちゃん、いのいのこれで寝るんだよ、リー。マックん、マー君たちもみんなでね。テントって知ってる？僕ジューって言ってる。テント知らないんじゃないの？あ、テントってこの前海行った時テントあったでしょ。
立てたでしょ。あれの大きい。ここに10って言ったでしょ。これ何じゃ。でも見せて。このうちでは無理かな。無理だね、きっとね。多分思いのほか大きいと思うよ、これ。うん、だと思う。結構、あれなんでこれあんだろうっていうのがあるんだけど。なんかおまけしてくれたのかな。虫開けたい。いいよ。これがまた開けてない、プチプチの、うん、あ、これ、これちょっと危ない、これペグね、スイカペンかな。シーペグ。なんだこれ。あ、なんだこれ、なんだこれ、ママの。なんだカール。あ、カモシトだ。これは、ね、これ、これ、これ買った覚えないね。これ、いいもんだよ。食器入れるんだ。あ、これね、次下げておいてやるやつだ。これはでもこれ欲しいって言ってなかった言ってたっけ。うん、やっぱいらないって言うのかな。またこれあるじゃん。あれ、マー君ちゃっかり出してるよ。あ、マー君ちゃっかりだよ、それぶったね。そしたらぶってね、火を消えちゃった。うん、火を消えちゃった。何これさ、光らせてる。光らないよ、まだ。充電しないと。だんだんこれ光ると。これで夜一人トイレ行くんだよ。なんで？なんでってない。だって怖いでしょ。暗いんだから。どうやって電気つける？音とママをついてきて。怖いもん、音とママ。ママ寝ちゃうもん。いいよ、だめだめ。つけてみる。つかないよ。待って、電池入れないってダメだ。入れなくても光る、ね、あ、じゃあ電池だ、電池だね。充電別売りだ、確か。うーん、書いてない。ただの蚊取り線香ではないってこと。え、ただの蚊取り線香。なんかこっちからだよ。分かった、うん。わ、これなんだ。これはあなたたちの食器かな。ねえ、おっと、これ何。あ、そういうことか。マキオだよ、これ。マキオだね。これはこれだけだ。これさ、うん、これ虫さんが来ないと落としても割れないから。これないね。落としても大事ない。いいよ、落としたって割れないよ、ね。おこれは全部割れない。これはこれも割れない。コップだ。これ割れない。全部割れないよ。これキャンプ用のコップ。あ、でもそれ割れるかもしれない、マー君。本当かな。シューしてる。あ、なんで割れるかもしれないって言ったのに落としたの。割れないじゃん。どこにあった。うわ、おー、カレーライスにぴったりじゃないかよ。カレーライスこれ普段のお皿でもいいね。いや、落としても割れない。割れないかな。な、なんなの。見せて。全部4枚。マー君落とすでしょ、だって紙皿だと飛ぶかなと思って。遠くないんだね、これ。遠くないのか。スプーンはあるの。まあ、フォークつ…あ、使おうか。じゃあ、虫いるところにちょっと行って試して。食べてるよ。それでは、キャンプごっこをしよう。もう完成。うん、じゃあ、お邪魔します。あれ、お客さん呼んで。何を食べてる、何を作るんですか。焼きそば。焼きそば好きなの。ここは本当玄関なんです。え、玄関でちょっと食べてみた。夢でした。本当はこちらです。テントはどこなんですか。テントなんかないんです。テントないんですか。はい。
これが棒でストロベリーにプラスティック。は？大丈夫。ママ見てよ。広くなったじゃないですか。何をご馳走してくれるんですか。鍋焼きプロトペラのパン。焼きそばじゃないんですか。あ、重い。重いですか。重いね。ママも痛いよ。これはいい。ピーチどうしたの。お母様はどうですか。食べませんか。いただきます。いただきます。今日のご飯は何ですか。鍋、ブロンド、スペルド、エムロマスミントルビティ味です。味かい。これはなんだ。ん、コップ。中身はそれはね、ベロントラベリサラグロテラ味。違う、これはコンポタージュです。なんだ、なんだそれ。あ、そうだ、ぜひとも見てもらえ。